ナヘラの戦いは、1367年4月3日に、カスティーリア王国ラリオハ地方のナヘラで起こった、カスティーリアをペドロ一世とトラスタマラハク、エンリケの間の、カスティーリア軍同士の戦いである。イングランド王国のエドワードクロ大使と共に戦った、ペドロ一世が、フランス人傭兵の支援を受けたエンリケを破ったが、この勝利は逆に、ペドロ一世を、 破滅的な結末に導くことになる。第一次カスティーリャ継承戦争における最初の大規模な戦いであるとともに、両軍に英仏はじめ、核醒力が加担したため、百年戦争の一環としても捉えられている。エドワード・クロ大使1350年、ペドロ一世がカスティーリャを二足位すると、イボアニレ諸子のトラスタ・マラハク・エンリケはたびたび、ペドロと争い。 1360年にはフランスに亡命した。ペドロは王権強化策を取り弾圧された貴族たちの間で不満が高まったためエンリケは国外から反乱を煽動した。フランス王国、ローマ教皇庁、アラゴン王国の支援を取り付けたエンリケは1366年、ペドロを廃位して即位を宣言した。ペドロはイングランドが支配するフランス南部のアキテーヌに逃げ、 ボルドーの宮廷でエドワードクロ大使に助けを求めた。こうして始まったカスティーリャ継承戦争に先立ち、イングランド王国とフランス王国の間では1337年から100年戦争が続いていた。フランス軍はクレシー・ポワティエで大敗を喫するなど、戦況はイングランド優位に進んでいた。1360年にブレティニー・カリワ平条約が結ばれ、アキテーヌ、 カレーなどのイングランドへの割動などが決まった。イングランドの捕虜となったジャン2世の後を継いで即位したフランス王シャルル5世は、これまでの戦略を転換し、外交努力でフランスに有利な情勢に持っていこうとカスティーリア王国接近を図った。キョディナン市にあるベルトランデュン・ゲクランの銅像フランス国内では100年戦争の戦闘に従事していたフリーカンパニーが、 和平によって、職を失い盗賊化して、略奪を働き、問題となった。シャルル5世は、教皇ウルバヌス5世の協力を得て、イベリア半島南端にある、ムーア人のグラナダ王国を討伐する十字軍という、名目で、傭兵たちを、体よく追い払い、エンリケ陣営に送り込んだ。傭兵団を率いたのは、鎧を着た豚の異名を持つフランス軍人、ベルトラン・デュー・ゲクラン。 また、カスティーリアの貴族や騎士修道会、ペドロと対立していたアラゴン王国の貴族たちも参加した。ペドロから助けを求められたイングランド王国は、カスティーリアの富の略奪を餌に大洋兵団を募った。エドワード・クロ大使の下には、ガスコーニュ、イングランドの貴族らや、当時のヨーロッパで最も名の知られた傭兵隊長たちが参集した。傭兵らの出自は様々で、 フランスやイングランド、ネーデルラント、ドイツなど、ヨーロッパ中から集まった。戦力の合計は8000から1万で、黒大使の弟のランカスターコージョン・オブ・オーオントキカの、イングランド朝、休兵400人やマヨルカ王国軍も参加していた。1366年8月、バスク地方のバイオンヌで合流したペドロと黒大使は、ナバラ王カルロス2世と会談し、 カスティーリア侵攻の際の条件について話し合った。カルロス2世はペドロからたっぷりと報酬を受け取り、イングランド軍のナバラ通貨を許可した。なりふりかまっていられないペドロは、ナバラ王への支払いの他に、黒大使が募った傭兵への報酬の支払いや、カスティーリアの領土割動さえも約束した。一方のエンリケは、ペドロを追放したまでは良かったが、挙兵のため集めた傭兵の報酬が、 あまりに高額だったため、やむなく兵を解散してしまっていた。エンリケ陣営を離れた傭兵は、カスティーリアを荒らしまったり、敵型のペドロの軍に加わったりした。1367年2月、イングランド軍がピレニエ山脈を越えて、カスティーリアに侵攻すると、エンリケは集められるだけの兵を集め、ベルトランデュン・ゲクランをサラゴサからカスティーリアに呼び戻した。 ゲクランが率いる1000人足らずの装甲兵士とアラゴン、貴族らがエンリケの陣に加わったが、兵力の大部分はアラゴンを防衛のために残さざるを得なかった。エンリケ軍の兵力は、フランス人、傭兵1000人を含む4500人だった。3月になると、重装不評と重機兵で名高い黒大使のイングランド軍に対し、軽装で機動力に優れるエンリケのカスティーリア軍は、 ゲディラ戦術を駆使して戦果を上げていた。エンリケ自身がフランスで傭兵隊長としてイングランド軍と戦った経験があり、重武装の敵に対して最も効果的な戦い方を心得ていた。重装備の騎兵が主流の中世ヨーロッパにおいて、軽騎兵は時代遅れだったが、ムーア人との小競り合いが絶えない。イベリア半島ではこの軽騎兵は、ひねう手と呼ばれ、 伝統的かつ極めて有効な兵士だった。ビトリアガステース近郊で起きたイングランド人の山の戦いと呼ばれる前哨戦では、ひねえ手からなるエンリケのカスティーリア軍が黒大使軍を破り、有名な傭兵隊長が何人も戦死したり捕虜になったりした。100年戦争で腐敗を誇っていた黒大使軍にとっては初めての敗戦であり、士気の低下を懸念した黒大使は軍を カスティーリャ王国の首都ブルゴスに向けた。ただ、政治情勢は異なっていた。イングランド軍との直接対決を避けるエンリケの戦略は、カスティーリャ貴族の目には弱腰に移り、ペドロ陣営に加わる勢力が日増しに増えていた。ここに至りエンリケは、海戦を決意し、ナヘリラ側の防衛線を越えてな、ヘラの東岸に布陣した。ヨーロッパ最強の傭兵を集めた数に勝る、 イングランド軍と川を背に平野で退治することにゲクランと野戦指揮官たちは反対したが聞き入れられなかった。エンリケ率いるカスティーリャ・フランス軍はイングランド軍がなばれてから精神してくると想定しナヘリリ川を背に東向きに布陣していた。しかしイングランド軍はなばれてから北方を迂回して夜明けとともに北東から現れた。カスティーリャ・フランス軍は 最前線にゲクラン率いるフランス総甲兵士と、一支級兵の精鋭部隊。中軍は、エンリケ自らが率いるカスティーラ重機兵で領域に、軽機兵を配置し、後衛に不評が控えた。対するイングランド軍の戦方は、ランカスターコート、チャンドスが率いる不評と超級兵。中央に、黒大使トペドロが率いる不評と超級兵。後衛に、 アルマニャック白醤一世とマヨルカオジャウメイ四世、率いる不評と長久兵が配置された。また、両翼には、総攻兵士と長久兵からなる部隊が並んだ。婦人が終わると、黒大使は全軍にゲバを命じた。ゲクランは予想外の方角から現れた敵軍に、退治するために陣形を変更した。ゲクラン機下の精鋭はこれに対応できたが、後続部隊には、混乱が生じた。 強行状態に陥ったカスティーリア機兵や、不評の一部が戦線を離脱し始めたため、ゲクランはこれ以上の戦列崩壊を防ぐために、防御陣形を捨てて、イングランド軍戦法へ襲いかかった。両軍は槍を捨てて、剣や、斧、ダガーを振るっての白兵戦に突入した。イングランド軍領域のガスコーニュ総工兵は、ゲクランの部隊を包囲する動きを見せ、 これを阻止しようとしたカスティーラ系騎兵は、イングランドとワイルズの長級兵の猛烈な射撃で、粉砕された。カスティーラ重騎兵を率いるエンリケはゲクランを、助けようとガスコーニュ兵に何度も突撃を試みたが、騎兵の馬が長級で打ち倒されて近づくことさえ、できなかった。カスティーラ騎兵にとってケバすることは、屈辱とされていたため、彼らは馬から降りようとせず、 不評戦という選択肢はなかった。イングランド軍領域のガスコーニュ兵はカスティーリャ系騎兵を追い払うとゲクランを両側から包囲した。黒大使直属の兵も前進してきたのでフランス軍戦方は孤立し損もした。配色が濃厚になるとカスティーリアの騎兵は戦場から逃げ去ったが不評は背後の川に架か,かる狭い橋しか逃げ道がなかった。 エンリケのったを無視して橋や川に殺到した、不評たちに、イングランド軍公営のアルマニャック,ハクとマとルカ王の、騎兵が襲いかかった。多くが撃ち取られ、川で溺れ死んだ。ゲクランは捕虜となり、エンリケは戦場から離脱したが、兵の大半を失った。黒大使の軍は、ナヘラの町で、敗山兵を相当し、町を略奪して、住民の大半を殺害した。 エンリケが逃げたことを知った黒大使はガス購入なまりでノンアイレスフェと言ったという。軽微な損害で敵に大打撃を与えたにもかかわらず、エンリケを取り逃がしたことは、ペドロや黒大使にとっては致命的なミスとなった。エンリケはピレネー山脈を越えてフランスに逃れ、ペドロに対して戦いを継続した。エンリケ陣営では、 ナヘラの戦いで捕虜となった貴族や総攻兵士たちが身の白金を支払って戦列に復帰した。ゲクランもシャルル5世が建て替えた莫大な身の白金を支払い戦列復帰した。一方、ペドロ陣営では黒大使や兵士がセキ痢に罹患し、ボルドーまで交代したペドロが黒大使との約束を守らず、傭兵への莫大な報酬を支払わなかったため、 ペドロと黒大使の関係は破綻し、カスティーリア王国とイングランド王国の関係も悪化した。これにより、ペドロはイングランドの支援を求めることができなくなり、黒大使も経済的、政治的に大打撃を被った。黒大使は軍をアキテーヌ領に引き上げた。これを境に黒大使の輝かしい戦績は影を潜め、1376年に病死した。 ペドロは国際的に孤立していき、1369年のモンティエルの戦いでエンリケに敗れて殺害された。ありがとうございます。